バラの聖に噴した、ニジンスキー。1911年。バラの聖は、1911年に初演された、バレエである。テオフィル・ゴーティエの祝、私は、バラの聖、昨晩の舞踏会に、あなたが連れて行ってくれたを題材に取った一幕ものの、作品で、1911年4月19日に、バレエリュースによって、モンテカルロ歌劇場にて初演された。振り付けは、ミハイル・フォーキン。 音楽はカール・マリア・フォン・ウェーバーの舞踏への勧誘、美術はレオン・バクストによる。バーツラフ・ニジンスキーがバラの姓をタマーラ・カルサビナが少女を踊り、バレエリュスの人気演目の一つとなった。この作品は現在でも世界中のバレエ団のレパートリーとなっている。初めての舞踏会から帰ってきた少女が見た夢。それは彼女が胸に飾っていたバラが窓から現れ、 彼女を誘って踊る夢だった。やがてバラは再び窓から出て行き、目覚めた彼女は、それが夢の中の出来事だったと悟る。リパブリック・ピクチャーズ配給の同名の映画がある。初演の1911年は、ゴーティエの生誕100年に当たる年でもある。ありがとうございます。